どうもタモリです。こんばんは、どうひろこです。特別の時期でもないのに今日はどういうわけか特別期間ですね、これ。そうですね、まあ、強いて言えば年末だからじゃないでしょうか。なるほどね、そういううがった見方もありますね。まあ、ある意味真相はそんなところかもしれませんが、はい、今日は6時の時報の後に1万円当選者10名の発表もありましょう。はい、はい、それでは参りましょう。激動の97年総まくり、気になるあのニュース年末調整スペシャル、タモリの週刊ダイナマイクリターンズ。まあ、今年もね、さまざまな事件、事故、出来事、私たちの上を通り過ぎてきました。はい、目を閉じればまぶたに浮かぶあの顔、この顔、どんな顔。本当にね、今年もまたあっという間に終わろうとしていますよね。そういった意味で今日の放送さえ聞けばですね、なんとなく今年を全て振り返ったような気になれるみたいな内容でお届けしようということですね。はい、タモリさんの一番得意なジャンルですよね。まあ、どれが得意ということもありませんが、まあ、自動心理学から臨床医学、航空力学、あとは古式泳法、鎖鎌術ですか。ただね、HK の話はね、部長法でね、ノーもダメなんだ、HK の話。そんなことないですよ、どうぞ自信を持ってお願いいたします。タモリの週刊ダイナマイク、この時間はバーミヤン、 J ボーイ、日本レナリーがお送りします。バーミヤン、バーミヤン、本格中華はみんなのもの、素材は新鮮、火力は強力、技が本物、うまさが本物、たまには女の子の来た。本格中華はみんなのもの。バーミヤン。車を売るなら J ボーイ。いらっしゃいませ。査定は無料だ J ボーイ。忙しい方もどうぞ。出張買取 J ボーイ。高く買います。高値で評判、やっぱり車買い取りなら早くて高い、本命はこれ J ボーイ。ゴルフで腰痛、あいささん、そんな時あっぺーん、テニスで捻挫、痛いさん、痛い時あっぺーん、ズキズキ打ち身に腱鞘炎、さっとひと塗りあっぺーん、そんな時あっぺーん。軟膏とローションタイプ、日本レナリーから。改めまして、こんばんは、日本放送の上柳正彦です。いよいよ年も迫ってまいりましたが、この番組としても毎週ニュースを扱っておりますので、一応きちっと今年というものを締めくくるわけではいけないわけです。そうだよ、やっぱね、なあなあってのは良くないな、うん、この業界が多いけども、ね、私はこういう性格だからね、なんかやっぱきちっとしてないとダメなんだよ。だらしならないの嫌いだね。そうですね、あと嫌なのは腐った牛乳と猫のへの匂い。いや、もう最悪ですね。最悪ですね。これはたまんねえ。まあまあ、やっぱ良くないです、あれね、さすがの俺もシャッポを脱いじゃって、シャッポを脱ぐなんてほとんど分かんないです今。そう、悪いですけど、うこういうのがこうけじめのない、行き先の分からないダラダラしたおしゃべりね。申し訳ございません、私この辺でドローンされてそんなこと言う親じゃいません今は。ああそうですか、いいですか。グ今年1年間をリバリバ3つのブロックに分けて総括ですよ。おお、総括。だからこっからもう1時間弱なんですからね。これ3つで1年間振り返るんですから、パッパパッパいかないとダメですよ。まずこの時間は前半の4ヶ月行ってみたいと思いますよ。振り返りますよ。もういいですか。いいよ。まず1月2日、福井県の沖合でロシア船籍のタンカーが亀裂入りまして重油が流出、これは大変なことになりましたね。ナホトカ号、ナホトカ号ですね。あれ今年でした、あのボロ船を使ったもんだからああいうふうになったんだよね。そう、古い船でしたね。保証の問題とかこれどうなったんでしたっけね。まあどう、あのこれかボランティアの人が一人働きすぎて亡くなった。ああそう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 、ボランティアというのを結構みんな一生懸命やられるんだなっていうね。阪神の時からだな。そうですね、ボランティア、日本人すごいな、意外と日本人もこういう時やるじゃないかっていうね。そうそうそう、しかし行政の対応の遅さというのもまたこの浮き彫りになっちゃった。そう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 、きちっと
としてますよ、楽なスタンスそれ一番楽なスタンスよ、何も切ってませんから悪いけど、よくいるんだよそういう人って、きちっとやってほしい、きちっとやってほしいですね、おめえがきちっとやれるっていう、もうこの いかにもこう官僚体質から一日も早く脱出してほしいとこ願ってるんです、そうですね、はい、後手後手でね、もういつも後手後手有言不実行ということならない、言っててもね、な変な永田町の論理だけは変な突っ張りもなんないのそういうのいくら言ってもね、もうああもうこんな時間だった、どんどんいきます、1月29日オレンジ共済事件の東部達夫参議院議員のあの例のね、オレンジ共済が、まあ、巨額のお金をね騙し取ったという、うちの女房が怖くてね、それはオレンジ共済だろうって話が出てたよな、そうそうそう出ましたね、出たね取り寄せぎいきますよ、きちっとこう、ね、対応してもらわないと思いますね、あ、後手後手に分かりましたよ、これはどうですか、永田町の論理だけは取り寄せないとしてもらいたい、4月1日うん、バーだから嘘も違いますよ、この日からだったんでしょう、消費税 5% 導入で、そうですね、この 5% 導入と特別減税やめちゃったことと医療費がね値上がりになったことでこの景気の悪さっていうのがまあ始まったわけですよね、うん、そうそう、もうそのトリプル安っていうんですか、その3つのね、それは違いますよ、円と株と債券がトリプル安、ああそうですか、うん、ですからまあ一つこうきちっとね、まあ、いつも後手後手に回って、朝7時前までそれで行きますか、永田町の論だけはもうこっちも腹据えてやりますよそういうことですね、まあ、こういうことがあって、で4月の22日、そうあの前の年の12月の17日から続いていたペルーの日本大使公邸、ペルーの選挙事件ね、武力突入で、まあ、解決ということですね、この日でした、4月でした、ついこの間あのそういう人質になった方々いまだに飲み会開いてらっしゃる、あなんかそうでしょうね、結束固そうですよね、みたいですね、そうで、まあもう新しいビジネスとかね、うん、それぞれに邁進して元気な姿を見るにつけですね、はい、やっぱり人間というのは強いな、そうですね、過去を振り返らない、うん、ということを思いました、はい、これはそのこの力強さをですね、今日本人に期待して不景気を乗り越えていきたい、そういうふうに期待するわけですね、きちっとしてる、これがまた聞いてる方、今週のタモさんいいこと言わよねって聞いてる人がいるから俺はまた困っちゃうんですよ、待って、この人は全く思ってませんか、言っときますけど、大丈夫、決まらなかったないでしょ、そんなことそうかな、まあこういう汚いよ、汚いです、こういう事件があった中でタモリさんが一番印象に残っている事件というのは何か、例えば何かありますでしょうか、ジョンベネちゃん何がおかしいんだよ、まだね、おかしかないですけど、何がおかしいんだよ、おかしかないジョンベネちゃんの事件が、そら気に なりますよ、ご両親あれはどうなんだろうか、ご両親の白か黒かとか、いまだに結論出てないんだよ、まあ、確かに出てないですよ、ジョンベネちゃん、答えてるんですか、ジョンベネちゃん、確かに答えてるんですか、かわいい子が、なんで笑うんですか、笑ってしまったのは悪かったですけど私言った中で入ってないもの、なんでわざわざだから言ったけてくんじゃない、この他に印象に残ったのはどういったから、ジョンブレちゃんの話を分かりましたんですよ、どうですかね、真相は分からないですね、なかなかね、あれもね、それも出てませんね、決定的な証拠が出ないってことじゃないですか、そうですね、言えば、まあ捜査が後手後手で回ってたあんたは便利な人だわ本当に、それでね、あと15年は食いつないでいけますよ、後手後手でもう大丈夫です、ワイドショーのコメンテーター OK バッチグーですから、素晴らしいですね、後手後手のお笑い、後手後手のお笑いってことでということで、きちっとこの検察側も対応してもらいたい、この後も5月からずっと1年を振り返っていきたいと思います、行こう、白い息の向こうに馴染みの宿が見える、久しぶりの嵐山はうっすらと雪化粧をしていた、起こしやす散歩したやろ、三都物語 JR 西日本、桑原和夫です、ババンの父が揺れるとき緊張さっさがほこりとる、ババンの尻が揺れるとき緊張さっさが艶を出す、ほこり取るなら緊張さっさ、艶が出るのは緊張さっさ、ねえこっち、これだよこれ、これか、じゃあサンタに頼んでおくよ、サンタっているの？
の？もちろん博品館トイパークにね。今なんて言ったの？博品館は19日から24日までは朝11時から夜10時まで営業。サンタはいつも銀座博品館トイパークにおります。この時間は岩崎電機ほかがお送りしました。スキーもしたいけど温泉にも入りたいという欲張りなあなた、草津国際スキー場ならあなたにぴったり。多彩なゲレンデと8キロのロングコースで思い切りスキーを楽しんだ後は天下の名湯草津温泉で心も体もリフレッシュ。草津国際スキー場で決まり。激安エンジンオイルならオートウェーブ。トヨタ純正キャッスル SH ロイヤルも日産純正エクストラセーブもオートウェーブなら4リットルが税別ぴったり1000円、4リットルでぴったり1000円、オイル交換お待たせしません。オートウェーブは夜10時まで営業。スピードの限界に挑戦する男たちがいる。張り詰めた空気を突き抜けて風になる、光になる。松戸のサンサンバンクのステージで男たちが繰り広げるスピードバトル、松戸競輪の前節は21日から始まります。青の洞窟、イタリアはカプリ島にある海岸鍾乳洞。その青く染まった神秘的な空間で古代ローマの皇帝アウグストゥスは盛大な共演を繰り広げたという。本物の味わいには物語がある。パスタ&パスタソース、青の洞窟、日清製粉から。ちょっとだけでいいです。地球温暖化は私たちみんなの問題です。我々佐川急便のセールスドライバーは荷物の積み下ろしの時エンジンを切り、無駄なアイドリングをしないよう心がけております。佐川急便はアイドリングコントロールキャンペーンを応援します。今週のタモリの週刊ダイナマイクは今年のニュースの総まくりとしてお送りしております。いいですね、総まくり。中盤いきましょう。お、もう中盤ですか。はい、早いですね。5月から8月の事件、ね、怪盗ランマのごとく私は切っていったね。5月の20日、5月の20日といえば何曜日知らんがな、もう今年1月に発売されましたたまごち。たまごちも今年だったんですね。そうです。業績を上げていたおもちゃメーカーバンダイさん、バンダイさんとセガサターンのゲームメーカーセガの合併が解消になりましたね。解消になったね、あれ、どうしたんだろうね、あれね、解消になっちゃった中身ないなどうしたんでしょうね。今まで合併とスムーズにいったんだけどね。さあ、それからこれはまあちょっとですね、本当にまあ今年の大きなニュースでしたよね。何ですか。あの神戸の、児童殺傷事件発生いたしました。犯人は結局14歳の少年だったと、いうことでありますね。少年法の問題ですとかマスコミの報道のあり方っていうのいろんな波紋を読みましたね。うん、読みましたね、これもね。7月1日、香港がイギリスから中国へ返還になりましたね。あれはもう今年か。はい、それはみんな今年だと思ってますよ。これは今年、明らかに今年ですよ。あ、随分そんなことはないね。まあしかし香港が帰ってきた、はい、だから言うわけないんですけども、はあ、まあこれは香港はフルズとしても帰ってきたからいいんでしょうけども、やっぱり次ね、忘れてはいけないことがあるんです。中国、マカオの返還というものをね、あ、誰も考えてないんですよ。マカオの返還、マカオのオカマって逆から読んでも、マカオのオカマ海軍私作っただから言いたいことがないんだったら黙ってるな、やらないにすれば。いや、すればって何それ家庭系で終わるってほしくないね、それに対する質問が、家庭もないのに、家庭もないのにカチンと言いますね、なんかこうなんかこうカチン、あれはいきますね。いつ今年か、あれは、あれはあれいつでしたっけ。去年あ、去年か、あれ次行きますよ。家庭返還と。ね。あ、7月7日。何ですか。この日あの小説や、いや映画でもヒットを続けた失楽園がテレビドラマとしてスタートいたしましてね。失楽園という言葉が今年の流行語にも選ばれましたね。なりましたね。失楽園。はい。何にもないんですね。何にもない。分かりやすいですね。見たことも読んだこともないんで知らないんだよ。ああ、それはそれ。失楽園。7月12日。ジョジョ園なら
12日宮崎駿さんの監督アニメ映画もののけ姫公開で、あれあれ7月、まだやってますよ。あれ夏休み前でしたもんね、うん、日本映画史上最高配信100億円記録、こういうのをロングランって言うんだろうな。なおなあね、どこの誰だってわかりますよ、あんたそれじゃ。何の解説ですか。もう行けよ。8月31日。はい、はい、この日はあれですね。ダイアナさんが交通事故で亡くなられた日ですね。びっくりしたね、8月31日がちょうどあれ船に乗ってたんだよね。暑い日でした、この日はね。そうそう、うん、帰ってきたらダイアナさんが亡くなったってびっくりしましたよ。まあこんなような。如実に覚えてます。終盤なんですが、なんか印象的な事件ってのはございましたか。やっぱたまごっちですか。たまごっち、中盤ね、はい、中盤でやっぱりあれでしょ、忘れてることがありませんか。うん、福田和子ですよ。ああもう整形逃亡、逃亡犯。整形逃亡って何、合格したもんね。整形手術を施して優秀だね。整形逃亡全部通った、どっち行ったのそれ。整形して逃亡した。ああそう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 、福田和子、うん、もう被告ですか。まあその方法、経済の方法いいなぁ。このものまねする人はもういないよ。いないです、いないです。もう俺がしかいませんからね。これはあのこれはね、まあ同姓同名で迷惑された方も多いでしょう。そうでしょうね。まあそうでしょうね。安室ちゃん結婚して丸山奈美恵になりましてね、岐阜羽島におばあさんがいるやつですね、丸山奈美恵って。あ、そうなんですか。これがお詳しいですね。いるんですよね。そういうことでした。あっさりしてることは。あっさりしてますか。いいならいいですよ。はい、今週のタモリの週刊ダイナミック日本放送がお送りしますが、1997年重大ニュースを振り返っております。エンジンがかからない。こうなる前にオートウェーブ晴海店、激安バッテリーがフルラインナップ、ベンツ、ポルシェ、外車のバッテリー交換もお待たせしません。寒い朝でも一発スタート、オートウェーブ晴海店は夜11時まで営業。ねえこっち、これだよこれ。これか、じゃあサンタに頼んでおくよ。え、サンタっているの。もちろん、博品館トイパークにね。今なんて言ったの。あ、博品館は19日から24日までは朝11時から夜10時まで営業。サンタはいつも銀座博品館トイパークにおります。日産車にお乗りの方へオートウェーブ耳寄り情報。オートウェーブ晴海店では毎日10台日産全車種の ATF 交換、工賃込みで税別3600円で行います。サニー、セフィーロ、セドリック、ラルゴ、テラノも OK。 オートウェーブ晴海店にお急ぎください。夜11時まで営業。ねね、聞いた、冷え性の夏子、あったかいパンティーストッキング履いてるんだって。ああ、あれ、あの不思議ななんとかってやつ教えてあげよう。塚本のお尻の冷えない不思議なパンストだろう。なんで部長が知ってんの。知ってるよ。塚本のお尻の冷えない不思議なパンストはお薬屋さんでどうぞ。ラサールさん、車に乗ったらシートベルトと携帯用ドライブモード、運転中のあなたに代わって応答します。ワンタッチで使えるドライブモード搭載、超小型軽量 DH171 新登場。お問い合わせはクーカーセルラー東京販売代理店へ。京セラ、今年もこの季節が来ましたね、鶴田さん。ええ、有馬記念ですよね、元木さん。今年はどんな馬が夢を運んでくれるんでしょうか。いよいよグランプリ12月21日今年はどうなる有馬記念 JRA。 闘争心タモリの美女対談、この時間はクレジットコーポレーションの闘争心がお送りします。表彰状、以下同文です。おめでとう。なぜ略すんだ。表彰状、以下同文です。おめでとう。なぜ略すんだ。東京総合信用闘争心、なぜ略すんだ。っていうか、ちょむか、なぜ略す。てかマジ、騎士のってさ、超ガングロで、っていうかただのパンピーじゃんね。なぜ、なぜ略すんだ。何この人。なぜだ、なぜ略すんだ。分かる言葉で話しなさい。東京総合信用闘争心、なぜ略すんだ。
この時間からまた日本放送がお送りするタモリの週刊ダイナマイク、今週はニュースの総まくり、また戻っていきたいと思います。急に来るからね、余韻に浸ってたらなびっくりしたな、ね、さあ最後のコーナー後半、9月から12月の事件に途中にしていきたいと思います、うん、途中にね、はい、途中に9月といや12日、うん、第二次橋本改造内閣で総務省長官に佐藤高校さんを任命して、うん、まあその後大揉めに揉めまして、結局この方12日間で佐藤高校さん辞職へというね。今までの最短じゃないのか、違うのか。いや、もっと短くなったかもしれないですけどね。中曽根さんご利用しということだったの。そうですね、まあ結局どっちの言うことも聞いてるうちにこういうふうになっちゃったという。そう、長老がまだ力を持ってんだね。うん、まあ、若返り若返りと言っても政界はちっとも若返ってないってことだね。はい、まあ、後手後手の対応、永田町の論理そのまま如実に示された。忘れてなかったですね、すごい。まあこの総務長ですから、この行革を担当するはずだったんですね。そうそうそう、もしこの佐藤高校さんが行革をやっていたらですね、ええ、果たしてどうなってたんだろう、結構真剣にやったんじゃないだろうか、うん、もうこれ以上のミスは許されないということで、うん、まあ、行革にもともと詳しい人だったからね、スペシャリストですからね、うんうん、まあ、しかし惜しいっちゃ惜しいですけども、うん、仕方ないでしょう、正直なところはね。まあご利用しをする方がおかしいですね、うん、厳しく一つこれはね、急出して改めるとか改めるという姿勢でお願いしたいですね、はい。そんな人が世の中に多くてこっちゃうんですけどね、あんたはは言うけど世の中に何も変わってないよっていう方多いんじゃないですか。何も言ってんの。10月の23日、はい、はい、安室奈美恵さんですね、うん、TRF の SAM さんと結婚発表しました。うん、同時に妊娠3ヶ月、うん、カルティエのラブリング、うん、あっという間に売り切れ、そして紅白歌合戦は取り、そうですね、来年は1年間休養、うん、これはね、ずっとも暗いニュースばっかりのことでした、はい、大型倒産、うん、ね、政府の資金導入と、うん、国民が増税がずっと続きました、消費税はじめね、はい、でこのワールドカップと奈美ちゃんが唯一この暗いニュースの中からふっと一抹の明るさを与えてくれたということじゃないですか。今のはさ、ものすごい今長い時間おっしゃってましたけど、大体の人は分かることで語り逃げみたいな感じですね。だから何だったんだあのおじさんはって感じですね。いいんですか。いいです、いいです。あ、そうですか。そしてまあそうです、まああの確かにもう一つのいいニュースというのは11月の16日マレーシアのジョホールバルで行われました、サッカーワールドカップフランス大会、ね、アジア予選3位決定戦、イランと戦いまして見事勝利と、結局40日間最終予選やってましてね、まあもう いろんな意味で楽しみましたね。そうですね、毎週なんか土日はドキドキして迎えてたような感じしますけどね、まあ我々の世代はやっぱ鎌本ですね。なんでそんなの今持っていかなきゃいけないんですか。いや鎌本さんがですね、銀さんなんですからいいじゃないですか。気づいた時、あ、鎌本さんが出てた時に、あ、これ少しは世界に近づいたなと思ったんですけども、それからが遠かったです、ね、ワールドカップ出るにはですね、ものすごい悲願、40数年かかってようやく出れた国際舞台、ヒノキ舞台ですよ、我々の世代で言えばね、これはもう快挙という他はないでしょう。おめでとうございました。いるんだよね、確かにいるんです、こういう方。そして何といっても今年のですね、各新聞社の社会部長が選んだベスト10のニュースの中で1位に上がってるのが、11月の24日からその始まりました山一証券の自主廃業決定あたりから始まったその金融破綻、うん、そして金融不安、うん、まあこれがまあ今年のナンバーワンみたいですけどね。そうですね、金融破綻、まあ年末でちょっと、うん、まあなんていうかごまかしは聞いておりますけども、来年になってからも私はまあ結婚のとこが危ないんじゃないかと思ってたんです。年内はないかなと思ってたんですが、皆さん方はちょっと見逃しておりますけど、当職の倒産っていうのがあったんですよ。ああ、当職ってもうね、これはですね、あの報じられて、おりませんけどもですね、まあ一部の新聞に載ってるかもしれませんが、戦後で3番目の大型倒産なんです。でこういうものがですね、目立たないということ、これが今の不景気、これをまあ如実に表しているってことなんですね、はい、ここで一段とですね、まあ、10兆円の国債発行を約束したという裏側にはアメリカからの圧力、うん、10兆円の投資までも日本の経済の信用が置けない、株安トリプル安ということになっている、厳しい年明けを迎えるんじゃないかとこう思ってます、はい。
ありがとうございました。ありがとうございます。言ってることはね、間違いは一つもないんですけど、なんか嘘っぽく聞こえちゃうんですけどね。確かにその通りです。ここで喋ってます。口先、このベル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 って感じ、心に染み入ってこないんですよ。しないですね。確かにアメリカ外圧ですわ。ね、アメリカまであんた日本に連れて景気悪くなるけど、ね、そっちでもなんとかしろお前、内需拡大してくれお前、このアメリカに輸出ばっかりしやがってことやろっていうことはわかるんですが、なんだ、私が解説した解説をまた解説するんですか。もうお互い知ってることは言い合ってるだけだって話はあるんですけどね。解説を解説するというような一年でございましたね。はい。